人の数だけ物語がある町小田原。今回の主人公は今年7月に栄町に生活雑貨のお店銭湯をオープンした畑美咲さんです。住むのにもほどよくって、でもまあ、観光客の方も結構たくさんいらっしゃってて、すごいバランスがいい街だなっていうのはこうして感じますね。お魚が美味しい、毎週のように釣りに行ってるので、今日の昼ご飯って言いながらこう頑張ってて何でも程よい街っていうか、よく小田原の方はもう何もないっておっしゃるんですけど、海も山も川も城もあったら何でもあるじゃんってすごい思うんですけど、都内から遊びに来る友人も釣りに行きたいって人もいれば、お城に行きたいって人もいれば、海を見たいとか選択肢が多いっていうのはやっぱすごい楽しいなって。結構お店が街を変える部分ってあると思うので、そういう場所として何か発展していけたらいいなっていう気持ちはありますね。